人紹介。今回紹介するのは、セミラミスの元ネタとなった人物、サンムラマート。サンムラマートは、紀元前9世紀の新アッシリア帝国の王、シャムシアダド5世の妻だったが、紀元前811年にシャムシアダド5世が亡くなると、まだ幼かった息子のアダドニラリ3世が成人するまでの5年間、摂政となり、国を統治、男性の王しかいないアッシリアでは珍しい、実権を握った女性となった。紀元前798年に亡くなるも、サンムラマートの異様はギリシアまで届き、アッシリア語で鳩を意味する、セミラミスという名前となり、神話世界の住人となり、3000年経った現在でも、多くの物語に出てくるほど人気者となっている。